バグスターが2体我が輩は少し違うが、エグゼイド、貴様を地獄に送ってやるわ。ここをお前の墓場にしてやるわ。そうはいくか、2体まとめて倒してやるぜ。フィニッシュと行くぜ。くそ、こうなったら仕方がない。奥の手だ。なんだそれは。まあ見ていろ。何をする。痛みは一瞬だ。なんだこれは。とてつもない力が体にあふれてくる。何をしたんだ。ドーピングだ。ドーピング。そんなの卑怯じゃないか。勝つためならどんな卑怯なこともする。それが勝負の世界というもの。行け、お前の力を見せてみろ。さあエグゼイド、一回の裏と行こうじゃないか。できるじゃないか。どうぜ、今ならどんな球でも打てる気がするぜ。そんなこれ最後だ。エグゼイド、どうぜ終わらない。患者さんのためにも何より、そうして勝負に勝とうなんて間違ってる。そんなのは負け犬の遠吠え。勝てばいい。みんな、勝利者こそが常に正義なのだ。そんなこと。みんな大変。エグゼイドがやられちゃう。みんなで頑張れって言うよ。せーの。もっともっと大きな声で。せーの。体がみなぎってくる。強くなれる。勇気をもらえる。ドーピングなんかよりもよっぽど価値のある力を秘めている。こんなものに価値などあるか。勝負は力が全てだ。力さえあればいい。違う。ゲームだって正々堂々やるから楽しいんだ。ルールを下がっても楽しくなんかない。何を言う。勝たなければ楽しくもないに決まっている。勝つよりも大切なもの、それがお前たちは分かっていない。そんなお前たちに負けるわけにはいかない。ふざけ若造が。地獄で10万54年も生きてきた我が輩に勝てるとでも思っているのか。いでよ。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。
敗だ。イエンド・オブ・ザ・センチュリー。やられるとは。このまま連続クリアしてやるぜ。ありえない。これほどの力を持ってしてもフィニッシュは外技で決まりだ。ダッシュ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 決め技。よーし、行くぜ。マイティークリティカルストライク。会心の一発。どうにか勝てたよ。これも会場のみんなの応援のおかげだね。ありがとう。ゲーム病に感染していた患者さんも助かった。一件落着だ。おっと、もう行かなきゃいけないみたいだ。新しい患者さんが僕を待っているからね。それじゃ、名残惜しいけどまたどこかで会おうね。バイバイ。